11月3日天理高校吹奏楽部は第26回国民文化祭京都2011のイベントの一つ吹奏楽の祭典に16年ぶりに出演しました。この国民文化祭はさまざまな文化活動に親しんでいる個人や団体が集まる日本最大の文化の祭典。毎年各都道府県が持ち回りで開催し、今年は京都府内一円で10月29日から11月6日までおよそ70のイベントが催されました。吹奏楽の祭典に出演した天理高校は、大家作曲のツェッペリン伯爵行進曲や映画音楽など3曲を演奏しました。天理高校は全日本吹奏楽コンクールに3年連続出場という実績から、全日本吹奏楽連盟の要請を受けて出演。全国トップクラスの表現力豊かな音色で聴衆を魅了しました。また演奏に先立ち、3年連続全日本吹奏楽コンクールへ出場した団体への特別表彰も行われ、天理高校も表彰されました。